こんにちは。今回の動画もレガシー派閥に関する内容です。前回の動画から引き継がれますので、まず前編からご覧になることをお勧めします。では早速始めましょう。長い。もちろん大きさが全てではないというが、いずれにせよあれはちょっと彼らに困惑てるでしょうね。バイクは長い槍を使って戦闘する軽武装近距離ユニットです。武器の大きさのおかげで威力はかなり強力ですが、体力や移動速度の場合は同価格の他のユニットに比べてかなり低い方です。また、攻撃もワンパターンで、サイブステップも一つの分野だけに集中されています。バイクの最大の利点の一つは当然ながら非常に長い射程距離です。バイクの射程距離は近接ユニットとしては独歩的な水準で、いくつかの射程距離が短い遠距離ユニットよりも長い攻撃範囲を持ちます。あ、もちろん一般的な遠距離ユニットよりは確かに短いですよね。これらのユニットは移動速度が遅いバイクにとって最大のカウンターです。射程だけでなく、ダメージも非常に優秀です。バイクは全ユニットの中で最も価格比ダメージが高いユニットです。バイクよりダメージの高いユニットは全部価格が相当高いので、バイクのように少ない価格で運用することはできません。そして値段を考慮しなくても攻撃力だけはほとんどの高いユニットよりも強いです。もちろん、こんなに強いだけ、短所もかなり多いです。まず、武器の特性のために、すでに接近した敵には非常に脆弱です。こういう点はむしろ遠距離ユニットと似てますね。お前は、もう死んでいる。何？バイクは少し得意な特性を持っています。これ使い捨てです。これがそんなに強いバイクが安い理由なんです。一度攻撃すればそれで終わりだから、当然物量と戦うのは大変だし、とんでもない敵をついたらすぐゲームオーバーですから。まあ、槍がなくなっても拳で攻撃したりはしますが。スタッフがあまりにも凄惨なので槍なしではピセントにさえ簡単に負けます。バイクは補助的な成功が大きいユニットです。ダメージは高いが、攻撃機会も一度きりで、槍体も長すぎてまともに当てることも難しいので、戦場で主役として活躍するよりは、手頃な価格とは合わない高い威力を利用し、敵の高価値ユニットを低コストで処理して、ポイント損害を敵に出して赤字を強いる役割を担っています。Spent so much money on that. Ah, ah, ah!
他のユニットは大体何をするやつか予想できるんですが、こいつはどうもわからないな。なんだよこれ。まあ、まず何をするやつなのかから見てみましょう。バーレールローラーは広域攻撃を行う自爆ユニットです。使い捨てで持続力は最下位クラスですが、瞬間火力は相当です。また、単に爆発するだけでなく、爆心地周辺に火をつけるので、一時的に特定区域を封鎖することにとても効果的です。このような特性のおかげで、戦場の地形の影響を大きく受ける方です。例えば、このように狭いところで爆発したら、本当に強力な威力を発揮することができます。短所といえば広域技のため、体力の高いユニットは一度に処理できないことです。それでも、敵が範囲内にいる限り持続的にダメージを与えるため、タンカーユニットにもそれなりに大きなダメージを与えることができます。Excuse me, where's the giant earth-shadowing fire of inevitable death? Ah, there it is. 復帰に伴って性能が低下した数少ない事例です。基本的なコンセプトは同じですが、能力が一つ削除されたのでユニットの役割は少し変わりました。現在はもう火がつかないので、周囲の環境により大きな影響を受けるようになり、封鎖力もかなり低下しました。また、継続的にダメージを与える方法がなくなったため、体力が高いユニットを相手には前よりももっと脆弱です。価格を除き、バーレルローラーが前より改善された点は移動速度のみです。狭いところで効果的であることは今も変わっていません。ただ、爆発範囲も弱まっており、火もなくなったため、かつてのような性能は期待できませんね。同じ自爆ユニットである爆弾の棒と比較してみると、移動速度、爆発力などの性能的な点はこちらが確かに優勢です。爆弾棒の最大の長所は安い値段です。その反面、バーレルローラーとは違い、死んだ時に爆発する能力はありません。また、爆発時間を計算するのがもっと簡単だから、移動速度が遅いのは状況によって長所になることもあります。死ぬとき自爆するという特性は相手によって弱点になることもあります。爆弾棒の場合死んでも爆発しないので生存者がまだ戦闘することができますが。前よりはかなり弱くなったけど、ユニットのコンセプトと能力は依然として特別です。使い捨てユニットにしては少し割高ですが、うまく運用すれば負けていくゲームも簡単に逆転できる潜在力を持っています。もちろん、だからか弱点も多い方ですね。ボクサーは基本ユニットであるピーセントとあまり変わらないユニットです。移動速度や攻撃速度程度のステップが上向きになったことを除けば、基本的なのはフィセントと全く同じで、そのため価格の2番目に一番安いです。でも、ピーセントよりは確かに強力なので、役に立たないわけではありません。単にステップが少し高いだけで攻撃方法も似ていますが、むしろそのため時々もっと高いユニットよりももっと効果的な場合もあります。このようなボクサーの弱点としてはもっと上級の近接に。ボクサーは本質的にピーセントとほとんど変わらないので、その弱点も相互に似てきます。特にリーチがかなり短いので武装したユニットへの近接戦ではかなり弱くなります。
ボクサーは体力が低いので陣形を閉じ込め進撃するには向いていません。それよりはバラバラに散開させたり、本兵力の横から進撃したりといった運用がより効果的です。ボクサーの移動速度が速い方ではありますが、距離が近いのでない限り遠距離ユニットに弱いのは他の歩兵ユニットと同じです。価格が安い方なんでまだマシなん実情ですけどね。ところでちょっとおかしくないですか？なんだかすごく変わった気もする。ボクサーは。移動速度も下がりました。値段を上げるなら少なくともステッドだけは触れてはいけないんじゃないですか。ボクサーはもうメリットがなくなりました。体力も低く、移動速度も遅く、リーチも短い上に攻撃力も低いです。唯一の利点は攻撃速度しかないのに、それさえも価格のためあまり目立たないんですよ。40ポイントがそんなに高い値段ではないと思うかもしれませんが、ユニットの能力値を考えると確かに相対的に負担な方です。P 戦と4名を配置できる価格ですが、ああ。ただ、使わない方が得です。ボクサーが15ポイントから40に上がったと使われなかった時覚えていますか？まあ、でも今回はステッドもしっかり強化されたし、ユニットたちの全体的な価格も上昇したので、結構使えるユニットになりました。正直能力値は今の価格に比べてもとても強い方です。ボクサーは猪突的な性格の中級近接ユニットです。体力は平凡な方ですが、ダメージや攻撃速度が速いため、他の歩兵ユニットに対して容易に優位に立つことができます。もちろん遠距離攻撃に弱いのは他の歩兵と変わらないです。ボクサーの場合には価格も高いからもっと致命的です。また、ステッドは高くても武器の特性のためリーチがかなり短い方なので、長いリーチを持つユニットとはかなり苦戦する方です。あ、でも、攻撃する際に前にランジをする特性が加わり、ボクサーも簡単に押されない方です。ランジ距離もかなり長い方ですよ。ボクサーは体力が高いユニットとはうまく戦えない傾向があります。攻撃力と攻撃速度はいい方ですが、維持力が足りなくてまともに攻撃していく前に死ぬのがほとんどです。ボクサーは意外と過小評価を良くされるユニットです。もしかしたらアルファ時代の黒歴史のせいでしょうか？とにかく、多彩多能とは言えないですが、遵守した性能の使えるユニットであることは確かだと言えます。値段もそれなりにいい方ですから。So glad I grew up with this. And not this.名前も同じなのに、何と呼べばいいでしょうか。旗兵は周辺のユニットを強化させるサポーターです。同じ派閥の騎士とは反対に突撃命令を下すのですが、増加量がかなり多く、効果も単純なのでほとんどのユニットと相性がよく合います。旗兵も騎士のように攻撃機能はありますが、確かに信じられるものではないですね。それでもないよりはずっといいでしょう。ある意味では当然でしょうが、遠距離ユニットとの組み合わせはあまり効果がありません。旗兵の能力はユニットの移動速度を上げるだけです。遠距離ユニットは攻撃するときに動かないのがほとんどなので、能力を使っても意味がないのです。旗兵は逆に遠距離ユニットに相対するときは非常な効率を発揮します。
やばただ、移動速度が速くなるだけで他のステッドはそのままであるため、敵が何なのかはしっかり調べて特別性を決めた。周りの地形も考えるべきですし、組み合わせなども考えるべき機種よりは確かに自由な方ですね。状況によってはむしろ毒になることもある機種とは違って、能力もノーコストバフだから、いつでも誰でも関係なく、いつもある程度の利益を手に入れることができます。使い道も陣形突破から遠距離ユニット牽制など多様ですから。でも、ただ移動速度を上げるだけなので、確かに限界も明確ですね。さ、今回の動画も終わりましたね。楽しかったですか？そろそろ派閥の半分まで来ました。ついに強い奴らに会えますね。楽しみです。それではパート3でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。That's it for this episode. I hope you enjoyed. And I'll see you next time. Bye bye.